ちは、デザインドリップです。今回はこのようなドリーミーでレトロな写真加工の方法を紹介したいと思います。ポイントは3つ。まずソフトフォーカスをかけてフィルムカメラ特有のブレを表現します。そして虹色のフレアを追加することでドリーミーさを演出します。さらにカーブテキストとノイズをプラスしてトレンドのレトロ感を出していきます。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは始めていきます。まずはじめにアイスクリームの写真をフォトショップの方に持っていきます。で、横幅1080で配置します。縦の位置はお好みで大丈夫です。はい、だいたいこんな感じで配置してみました。ちょっと一旦分かりやすいように背景を白にしておきます。はい、こんな感じです。はい、でまずこちらのアイスクリームの写真をコマンド J で複製します。で、こちらのレイヤーを選択した状態で上のフィルターメニューからぼかしガウスを選択します。で、こちらで半径を3ピクセルに設定し OK します。で、こちらのレイヤーの不透明度を 50% に設定します。はい、こんな感じです。また最初に置いたアイスの写真をコマンド J で複製して一番上に持ってきます。で、こちらをフィルターのぼかし移動をクリックします。で、こちらを設定していくんですが、角度をマイナス45度、距離を200ピクセルにして OK します。するとこんな感じになります。で、こちらのレイヤーを比較メイにして不透明度を 70% に設定します。するとこんな感じになります。次は虹色のフレアの写真を追加していきます。あらかじめダウンロードしておいたこちらの画像を持ってきて配置します。まあ、大きさは大体でいいんですが、今回は横幅2000ピクセルぐらいで配置したいと思います。はい、大体こんな感じで配置してみます。で、こちらのレイヤーをソフトライトに設定します。で、不透明度を 50% に設定します。はい、そうするとこんな感じになりました。次は斜めのぼかしのテクスチャーを入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたこちらの画像を配置して、今回はだいたい1230ピクセルぐらいで配置していきます。まあ、だいたいで大丈夫です。で、位置は適当で大丈夫です。まあ、こんな感じにしてみます。で、こちらをオーバーレイに設定します。透明度を 30% に設定します。するとこんな感じになります。まあ、位置はお好みで調整してください。はい、だいたいこんな感じで配置してみました。こちらでベースの背景は完成です。はい、次はテキストの作成をしていきます。フォントはベリーディスプレイ、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのレギュラーで80ピクセルのサイズで、トラッキングは0、色は真っ白にしておいてください。 FFFFFF の真っ白にしておいてください。こちらで文字を書いていきます。で、こちら概要欄に貼っておくんですが、アイスクリームスナイスドリームスというテキストを流し込みます。で、背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、こちらのテキストレイヤーと同時に選択をして上下中央に揃えておきます。で、こちらのテキストレイヤーを選択した状態で書式からワープテキストを選択します。するとこのようなボックスが出てくるので、スタイルから旗を選びます。で、こちらのカーブのところに80と打ちます。そうするとこんな感じでウェーブテキストが出来上がりました。で、こちらをコマンド J で複製して、下にできた方をシフトを押して1回下矢印をして10ピクセル下に下げます。で、こちらの塗りをブルーに変えていきます。こちらも概要欄に貼っておくんですが、 QDC4BF のブルーにしていきます。するとこんな感じになります。で、こちらのテキストレイヤー2つを選択して、右クリックからスマートオブジェクトに変換します。で、できたらフィルターメニューからぼかしのガウスを選択して、半径を1ピクセルで OK します。そうするとこんな感じでちょっとだけにじんだのがわかると思います。これでちょっとレトロ感が出ます。こちらでテキストは完成です。はい、次はキラキラを追加していきます。あらかじめダウンロードしておいたキラキラの素材をイラストレーターで開きます。そして右から2番目上から2番目のこちらのキラキラをコピーします。グループ化されているので、このようにダブルクリックして2回ダブルクリックすると、このように独立してコピーできるので、こちらでコピーします。で、こちらをフォトショップの方にコマンド V で貼り付けます。スマートオブジェクトで貼り付けてください。で、こちらを200ピクセルに設定します。シフトを押して200ピクセルになるところで OK します。で、こちらをスクリーンに設定します。で、爪のあたりに持っていきます。まあ、大体で大丈夫です。この爪のあたりに持っていきます。で、こちら1個配置できたらコマンド J で複製して20ピクセル右に移動します。シフトを押して1、2。はい、こんな感じです。
で、こちらはさらにコマンド J で複製して、今度はアイスクリームの左上の方に持っていきます。ちょっとこの暗くなっているところに配置します。はい、こんな感じです。で、こちらをさらにコマンド J で複製して、今度は150ピクセルに縮めます。で、こちらを文字の右上の方に持っていきます。で、不透明度を 80% にします。はい、こんな感じです。で、こちらをさらにコマンド J で複製して、こちらの人差し指の付け根あたりに持っていきます。まあ、この辺はもうお好みで大丈夫です。バランスを見て位置なんかを調整します。はい、こちらでキラキラは完成です。最後にノイズを追加してレトロ感を出していきます。背景レイヤーをコマンド J で複製して一番上に持っていきます。で、こちらをカラーオーバーレイで000000の真っ黒に塗っていきます。で、こちらをフィルターメニューからスマートフィルター用に変換をします。で、ノイズのノイズを加えるをチェックして、量は 100% 均等分布で、グレースケールノイズのチェックは外しておいてください。こちらで OK します。こちらをソフトライトに設定して不透明度を 20% にします。はい、こちらで完成です。最近このようなレトロでドリーミーな加工が流行っています。いろいろと使えると思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。